ンポン。え、なに？あれ、みんなは？え、カンペ？なになに？先輩を小馬鹿にするような表情で罵倒して。なんで？どうしても必要だから。はあ、まあ別にいいけど。よーい、アクション。先輩、こんなこともわからないんですか？バカなんじゃないですか？バカですよ。知ってるけど。バカです。元気いいね。へへ、バカ。なんやとお前や、ほこら。よーし、アトリちゃんには怒んなくて私には怒るんですか？いや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 。おい、やめろバカども。え、次はこれ。はあ、うわ、何してるんですか、気持ち悪い。もう喋んないでください、この変態。ふふふ、どこが変態なんですか、怒っちゃうぞ。4の変態、変態じゃない。仮に変態だとしても変態という名の紳士だよ。何やねんお前。さすが先生、変態とは紳士と同義。紳士に謝れ。星にも大漢字悶々としても手は出さん。一線を決して越えないのが変態の誇り。何してるんですか、気持ち悪い。何や、どこからうちの声。あ、気にしないでください。さっき録音したやつが流れちゃっただけなので。一線越えてんじゃねえ。まだやんの。はあ、最後やでも。5本。自己管理もできないとか、食べるだけ食べて寝てを繰り返して、そんな体型とか、まるで家畜ですね。この豚が。豚ですよ。牛じゃねえかボケ。やだな、牛はどちらかというとあかりちゃんの方じゃない。誰が家畜並みの丸々体型だ。あ、言ってない、そこまで言ってない。はい、終了。うちもこんな悪口言うの心が痛むんやから。やめたよ。なんで残念があるねん。どっから湧いて出た。てか結局なんでこんなことしたんや。なんでって、敵。よし、こいつらマジでどうしてくれようかな。ついなちゃん、ついなちゃん。はい、どうしましたか。ガチとんびいてる感じで気持ち悪いって言って。はい、わかりました。うわ、気持ち悪。おほほ、ありがとう、ありがとう。ちょっとこの子止めた方がいいかな。